怪盗ジョーカーは、高は、死いで、安による日本の漫画作品を呼び、それを原作とする、テレビアニメ。本校では続編である、怪盗少年、ジョーカーズについても記述する。主人公である、怪盗ジョーカーが、相棒の鉢とともに、警察や強盗団からの妨害を切り抜けたり、冒険を繰り広げながら宝を盗む位置は完結型の、物語。 ジョーカーの巻き起こす奇跡と劇中のコメディテイストの展開、そして個性あふれる登場人物が見どころ。別冊コロコロコ,ロコミック2007年4月号で連載開始したが、その後、月刊、コロコロコミックに移籍し、2017年8月号にて完結。10年に及ぶ連載に幕を閉じた。同年9月号にて本作の約20年後を描いた次回作、怪盗少年。 ジョーカーズが発表され、10月号にて連載開始。単行本は全26巻。2015年1月に傑作戦が発売された。本作はカバーイラストとカバー下イラストとでは大きく違っている。例として、1巻ではカバーの表は三日月の背景に1枚のトランプを出したジョーカーと8とスカイジョーカーで、裏はジョーカー &8 カバー下の表はおにぎりを食べているジョーカーが、スポットライトで見つかった絵で、裏は寝ているジョーカーを起こす8。2013年、第58回小学館、漫画賞児童無形部門受賞。2014年10月より、テレビアニメ化されることが、単行本17巻並びに、月頃2014年8月号で発表された。また、月刊コ,ロコロコロコミック年月号にて、 アニメの新シリーズ放送も発表された。キャラクター名が併記されている場合、回答名、本名の順となる。プロフィールは単行本収録のキャラクター図鑑より抜粋。ジョーカーと関係者ライバル回答警察、探偵クローバーその他の人物た作品からのゲストキャラクタージョーカーズと関係者ライバル回答警察、探偵 J が通う。 小学校の人々その他の人物ストーリーに大きく関わると解説が必要なもののみ記述する。その他の宝については書誌情報を参照。2014年10月より連続テレビシリーズを放送中。これまでに4シリーズを放送。シーズンごとに13話ずつ放送されている。全シリーズは独立局東京 MX と CS チャンネルキッズステーションを 発信局として放送している。コロコロコミック原作のアニメで独立局をキー局として放送するのは本作が初の事例となる。コミックスでアニメを全面的に取り上げる特集記事を掲載したり、アニメージュやアニメディアなどの雑誌にも特集が載るなど、コロコロコミックのアニメでは異例の試みが行われている。 原作コミック18巻でのプロデューサーの鶴崎理香の発言によると、本来は2011年にアニメ化を検討していたが、あえなく却下されており、努力の甲斐があって、ようやく2014年にアニメ化を実現できたとのこと。サブタイトルはジョーカーが読み上げる。内容は、基本的には、原作の同盟の話と同じだが、相違点に関しては、注釈に記述する。 2016年2月より全国のユナイテッドシネマでアニメの上映会が開催された。各日程のテーマごとに、えりすぐりのストーリーを4話公開。上映日程は以下となっている。入場者全員に限定コミックスを配布。特典は公開日によって異なる。韓国では2015年3月よりアニメ専門チャンネル、カートゥーンネットワークにて、 本国日本での放送からわずか5ヶ月という異例の速さで放送開始された。その他、バンダイよりカードゲームやリアル予告上ゲームなどの玩具、かや食品より食玩が昭和の音より文房具がそれぞれ展開されている。また、ロッテより作中に登場するアイテムであるイメージガムも商品化された。ありがとうございます。